人に生き残れるか。人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間、抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた、104期の同期たちと共に、トロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ！エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ！俺はそう照れるなよ。お前だけじゃない。皆さん、長官のは？ほんと、バカって怖え。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すれば、ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。私も食べるから取っといてよ。さあ。あ、そうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。人類の反撃はこれからだ。巨人を町に侵入させてたまるか。倒せたな。
この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。やった。訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。薬を使って手当てしろ。相手は巨人なんだぞ。気をつけろよ。やっく負け。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。やっと俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか。無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。スタンド。目標壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。やってやるぞ。巨人が警戒してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。超大型巨人のところに行ったんだ。なんだって。早くエンドに行かないと。ここに出るんだ。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください。
巨人が近づいてきます。行きやれ。あの巨人さっきのより強そうだぞ。様子を見て一気に背後に回るんだ。いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。しな、なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。呪い取った。いっちゃー。外した。いや、超大型巨人が消えた。お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。人類の未来のためだ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いるウォール・ローゼの死守のため、皆心して。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえのか。悪かった。
死なないさ。俺はこんなところで死んでられ。おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと？もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとコニーったら。はいはい、わかったわかった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。ちっ、口の減らねえやつだ。行こうぜ。俺たちの任務は集英部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。ちょ、やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。私もみんなの役に立ちたい。
流したか。このバカより100倍マシだな。やっと。おい、誰のことだよ。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。ほっとけよ。あっちは私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。その縁談で知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。
な、話は後だ。巨人が近づいてきてる。よし、やるぞ。私だってやってやるんだから。やったぞ。この辺りにはいなくなったね。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。お前ら、また後でな。よし、俺が討伐するトップだ。エレン、気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。あの色は、助けに行かなきゃ。邪魔で補給に行けねえんだ。討伐を手伝ってくれ。死にたくねえよ。やるんだ。ビって動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。そう、俺はもう死ぬのか。誰か救援を頼む。助かったぞ。感謝する訓練兵。俺は砲台を起動し援護に回る。
巨人が一体こっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。すまない、俺も戦う。手伝わせてくれ。他のやつよりヤバそうだ。したことなかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。なんだ、エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。何しやがる！待ってやがれ！よきもっと話すな！
また来てくれよな。役に立たなく。よう。最善を尽くそう。行くよ。アルミ、大丈夫？カオイ、エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ？アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外。うるせえな！アルミは何も言って、こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。やめて、二人とも。とにかく、お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられ、うん、でも気になることでもあるのかい。いや、私たとにかく今時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも。あなたは先に行ってて。前衛は壊滅状態だってのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろう。了解だ。あっちにいる中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。よし、倒したな。さすがだね、ライナー。逃げたりしねえ。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。倒せたな。救援要請か。これがあれば。先輩方はほとんどやられちまったのか。そうみたいだ。しっ、援護に来ました。ありがたい、頼む。他のみんなはどうなってるんだ。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。やれるさ。やったぞ。行ってやれ。兄、やるじゃないか。どう？やっし！負け！もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。やっ！
人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。やっし、やっ、やっ、ありがとう。オンに切るよ。よかったらこれを使ってくれ。し、負け。バスが多いね。キリがないよ。なんとかするしかねえだろ。やったぞ。やれるぞ。世話になった、シンペ。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。見事だ、アッカーマン。さすがだな。住民の避難がまだ済んでいない。ソイン、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。やれるぞ。やあ、班長、頼みます。中衛部隊が敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。働きだ。できたぞ。やっと。
タモタしているの？早く進んでよ。まだ住民の避難完了には時間がかかるか。やれるか。やったぞ。住民の避難はまだ終わらないのか。やるぞ。駐屯兵団が必ず守る。頼みます。住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。全員の撤退を支援してきます。おい、赤間！そこのシンペ、あいつを追ってくれ。拠点を頼むぞ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら市川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせると学んだか。
壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。できたぞ。死んでたまるか。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れたやつを探して協力を頼んでくる。周りの巨人を減らさないといけません。あの縁談、助けが必要だな。やっと負けし、本部に群がってる巨人を討伐しねえと。やっ倒せたら。あの縁談、助けが必要だな。本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。ならこれはお前に渡しておくぜ。ありがとうよ。これがあれば本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。応援団やばいってことだよな。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。できたぞ。ここで死ぬのか。やった。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった。手を貸そう。これはお前が使ってくれ。やっやっし。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。突入する作戦を行っています。力を貸してください。分かった。とりあえずこれを使って。負けじゃん。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。じゃあまさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ。何としても本部に突入するぞ。本部が崩れかかってる。ジャンは勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。よう、無事だったか。どっちも無事だようですね。母さん、頼んだぞ。任されました。し
本部に突入できるんじゃねえか。くそ、俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。本部に突っ込むなら今しかねえ。いけるか。この世界は残酷だ。美しい。いい人生だった。戦え戦え。戦え。ごめんなさいエレン、私は諦めない。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもう。あなたを思い出すことさえできない。あしてる。